どうも、白石秀則です。このチャンネルは44歳の音楽家白石秀則と猫3匹との生活や音楽経験談を話してみたり、弾き語りをしてみたり、オリジナルを披露してみたり、BMSG、BE:FIRSTを中心に、音楽のリアクションをしてみたりしているチャンネルになります。よかったらチャンネル登録、高評価の方、お願いします。はい、今日はニャンコの日ということで、先ほど私の飼っている猫3匹の動画を出したわけですが、今日はそれだけではもちろん終わりません。現在、2月の22日、にゃんこの日、夜8時55分を回ったところでございます。ショーマイナーサベージ、ミュージックビデオが公開されます。はい、すごいですね。いよいよこの3人が本格的に、動き出しました。2月の22日、ファースト EP、ショーマイナーサベージを配信リリース。EMSG オーディションで出会った3人は近い音楽、ルーツやスタンス、精神を持ち合わせ、意気投合し、その際に、ショーマイナーサベージを結成。彼らの名は、日本において未だマイナーな音楽をメジャーシーンで、サベージに見せつけるという意思に由来、待望のファースト EP はその意思を持って、ショーマイナーサベージと名付けられた。楽しみですね。今日は1曲目に入っているスーパーアイシーのミュージックビデオということですね。このアートワークですかね、アーシャなのかな。まあちょっとこれショータ色が強くてですね、なんかいいっすよね。ちょっとレトロチックでね、なんかこうオシャンティーな感じがいたしますね。はい、現在ですね、ショーマイナーサベージオフィシャルチャンネルも開設されて、すでにもう2万6900人の方が登録されております。あと1分で、ミュージックビデオの方公開していくということで楽しみに待っておるわけですが、正直この3人の、まあ、皆さんケミストリーがあるとかね、やっぱりセンス抜群だとか言われていますが、私はね、こっからなんじゃないかなと思っているわけですよ。ねえ、まさか本格的にこのユニットが動き出す。まあ、期待はしていました。が、こうやってね、EP も出ましたよね。で、アーシャもこう撮っていった。ねえ、これは、まあこうやって概要欄にも書いてるようにも、まあこれからも動いていくということで、こっからまあ本格的に制作も乗り出していくし、正直バックグラウンドが豊かですか、この3人はね。本当にいろんなルーツを持っています。特にやっぱりネーミングセンスがいいですよね。ノーキャップネイビーとかね、めちゃくちゃネーミングセンスあるじゃないですか。ね。で、ショーンマイナーサベージ。ね。やっぱな、基本的にやっぱりスラングをね、用いて意味があるんだよっていうね、いろんな曲をやっていくんではないか、いろんなことを見せてくれるんじゃないか、ね、あまりわからない人たちにも、いろんな音楽があるんだよっていう提示してくれるような、そんなユニットになっていくんではないかなと私は思っているわけですよ。ね、本当にいいか悪いかというのは聞いた人しかわからないわけですから、しっかりね、見てね、皆さん判断してほしいなと思っております。私もしっかりフラットに、今回の新曲、ね、聴ける状態でしたが、ミュージックビデオが公開ということで待っておりました。はい、現在ね、2600人の方が待機しております。あと2分で、プレミア公開になるところでございます。楽しみに待ちましょう。さあ、あと20秒切りました。期待して、3人がどんな音楽を表現してくれるのか楽しみです。カウントダウンです。10、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。もうかっこいいじゃん。Don't ask me why I'm savage. 信じたい my feelings the sign of yeah. Run your love today, run your love. このままじゃ終わらねえだろう。Don't ask me why I'm savage. 変わらない my voice がマジ最高。Run your love today, run your love. We gotta make it hot, でも let it keep it icy. 長足りない yeah.何もいらない描いた未来ま目の前に I'm gonna break it down ただやるだけ全部手にして We want to go down yeah 波に take off We are the same boys 街中俺らが on the billboards You know how we coming money up yeah You know what's honey running up yeahI'm gonna get back to your CD. Yeah. Give me, give
離さない Dream 叶ったからってどうやってバリー波に Take off We are the same boys 街中俺らが On the billboards まだ足りない We be savage このノリで荒波を Ride away Gotta let you know 常に Top speed ほら暇ない集まる同士この音と絡んだフロア揺れたら始まりの合図手繰り寄せた運命は全部必然と偶然のフロー yeah. 無視できない存在 All eyes on us Hey, hey, that's what's worthy You know we are so badass Don't ask me why I'm a savage、yeah. 信じたい my feelings の才能うん、フッて音が入ってる。おお、そうね、今見た直感で言うと、めちゃくちゃコーラスが最初入った時にコーラスって分かんなかったけど、コーラスから入って、ね、コーラスがまた出てくるんだけども、その時にやっぱり、なんだろう、もう覚えてるんだよね。もうしっかり入ってて、で、最後まで、コーラスは、翔太がね、歌い切るんだけども、翔太色、翔太が普段、ソロをデビューしてからね、やっているような世界観ではあるんだけども、やっぱりそこには3人の、化学反応が出ていて、オートチューンをですね、ソロではね、翔太が多投してるんだけども、この曲に関しては、翔太じゃなくて、ソータが、オートチューン、ね、キャロキャロボイスを使っていて、それもなんかね、違和感がない。で、全く張るポジションがないね。張る、パートがないです。それも、まあ、ショーマイナーサベージっぽいっていうか、まあ、なんせね、最近こういう音楽っていうのは張るとこがないんですよ。本当に、ゆるく。で、ねんねねそんな高くないし、キーも。もうその、1オクターブぐらいの間で、もう、貫通しちゃう。そういう曲調なんですね。まあ、1オクターブ以内にグッドメロディーを作るっていうのはすごく難しいんですけど、まあ、才能があるから、やっぱキャッチーで、サビはサビだよって聞かせるような、音を持ってくるのは素晴らしいなと。なんかね、例えば、あんまりね、これ裏話ですけど、例えばアイドルとかに曲を提供するじゃないですか。そしたら、キーってやっぱ、高い人もいるし、低い人もいる。そして、サビとかみんなで歌わないといけないから、まあ、昔のアイドルの話だけども、そうすると、1オクターブ以内にね、全部押さえてあげるのよ。でも、やっぱ分かりやすいのって、ドンシャリっつって、A メロ、B メロはちょっと低く、で、サビは高く。なんていうの？はたくん。ね。はたくんみたいな感じで、まあ、喜ぶようにってサビは高いけど、エイブルだったら、少し伸びた前髪を、なんだけど、喜ぶようにって高いでしょ。だから、そうやってドンシャリ、低い音も出せる、高い音も出せる人はやっぱそういう曲を作りがちなんだよね。けども、まあ、玉置浩二さんとかドンシャリもいけるし、フラットな、1オクターブ以内に収める曲もあったり、なぜまあ、歌唱力、なぜその、でもまあ、基本的にやっぱサビは高く、ちょっと、A メロ、B メロ低くっていう、高低差をつけるのが、まあ、王道なんだけども、あえて、1オクターブ以内にアイドルに提供するとき僕はしていて、ただ、それが、ショーマイナーサービスとは全く理由が違くて、歌唱力が低いアイドルを担当になったときは、1オクターブ以内に抑えて、アレンジ、バックのカラオケで盛り上げていく。サビだよーっていうアレンジ、エミルだよーっていうアレンジをしていくわけね。けど、ショーマイナーサベージは、それ逆だよね。
アレンジで持っていってない歌唱力で、音数の少ないアレンジの中で歌唱力でこの1オクターブの中で限られた音域の中で彼ら3人はやり上げてるわけよ。これってわかります？すごいってことですよ。1オクターブの中で説得力を持たせてるってこと。まあ、例えば、まあ、ハタ君が1オクターブ以内に抑えてももちろん歌えます。歌唱力あるから。ね。玉置浩二さんもドンシャリの曲もあるけど、あんまりね、高低差つけない曲もある。やっぱりね、歌唱力があるからできるんですね。もちろんドンシャリの曲もできる。で、この3人もドンシャリの曲できるんだけど、あえて1オクターブ以内ぐらいに抑えとく。ね。で、アレンジで助けてもらってるんじゃない。アレンジは、とにかく彼らのバックグラウンド、ルーツのちょっと音数少ない、アレンジで持っていってないというか、こう雰囲気系だよね。歌で本当は行きたいじゃん、普通の人って。あーって歌いたいけど、1オクターブ以内でこう終わらせる歌唱力は3人と持っている。だから落ち着いて聴ける。うわーって感じになる、んじゃなくて落ち着いて聴ける。っていうね。何言ってか分かんないな。説明相変わらず下手なんですけど、なんせ、まあ普通は、普通の曲っていうのは低くいって、高い。サビに持ってくるっていうのが、まあ、普通。ね。で、彼らはそういうことをしてない。歌唱力、1オクターブっていう限られた音域の中で、歌唱力があるから、それが作品として成り立ってるってわけね。で、その中で、やっぱりサビをサビとして聴けるキャッチーなメロディーを持ってくるのがすごいなということを、ちょっと、頭に置きながら、もう一回見てみたいと思います。なんか、オケに入ってる SE がまたおしゃれだよね。まさかこれがコーラスと思わなかった。このままじゃ終わらねえだろ。高くないそんなに。ここは少し高いぐらいかな。でも裏声だからね。いいね。いいね。やっぱ体が揺れるね。乗り方もいいね。サビ深い、来い来い。うん。いや、2回目でわかるけども、やっぱめちゃくちゃサビ、早く来てっていうぐらいいいサビなんだよね。で、やっぱり SE が遊び心がある。ふっとか、出ないけど、高い声とか、で、クタクタクタ
とかいろんなね効果音が入ってる。それもやっぱ遊び心がすごくあるし、でやっぱそのマナとのリズムの乗り方、いいっすよ。なんかまあ、ビーファーストの乗り方とは違う。ちゃんとこうこのユニットに合わせたこの音楽性に合わせためちゃくちゃいい感じのこう乗り方グルービングがあるわけよね。でやっぱソータがまあ得意のね踊りをねしないわけじゃないですかね。まあちょっとこうみんなでこう踊るシーンあるけども基本的にフリーでねこう体を揺らすだけ、全然いけるよね。全然自然ですよね。もうでも翔太はもういつもの翔太だねいつもの翔太けどやっぱ3人でやることだとやっぱ笑顔もあるしやっぱ共作っていうのもあるのでめちゃくちゃいいっすね。いやーいいなー素晴らしい。もう覚えたもんね。ちょっともう一回聞きたいけどもさすがにしつこい？ごめんもう一回だけ。歌詞聞こう。イーグルブロこのグルーヴいいよ。最高だ。3回もお借りしちゃった。はい、というわけで今日はショーマイナーサベージ、スーパーアイシー見させていただきました。あーマジ最高。これ多分スルメソング、聴けば聴くほどいい曲。最高すいません。また会いましょう。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ブン